アウトドア Vlog の最強コンビを紹介します。こんにちは、岩月敦史です。今回はアウトドア Vlog をワンランクアップさせる機材を2つ紹介したいと思います。それがこちらになります。ソニーの ZV-1 とジウンのクレーン M3 です。こちらの2つの機材の細かなスペックなどは他の動画でもたくさん出ていますので、今回は省略させていただいて、この動画ではこのコンビがアウトドア Vlog に向いている理由や僕なりの運用方法に関してお話しさせていただければなと思います。最近投稿したこの3つの Vlog はこのコンビで撮影しているので、この動画を見終わった後に見ていただけると嬉しいです。それでは早速、このコンビがアウトドア Vlog に向いている理由を画質、音声、写真性能、取り回しの良さの4つに分けてお話ししていきたいと思います。ではまず画質についてですが、画質といっても 4K やフル HD などの解像度のことではありません。カジュアルな Vlog であればフル HD で全く問題ないと思いますので、無理に 4K を使う必要はないと思います。ちなみに僕はこのコンビで撮影するときは全てフル HD で記録しているので、僕の動画を見ていただいて解像度が気になる方は 4K で撮影してもいいかなと思います。そしてその解像度よりも画質に影響してくる部分が4つあるので、順番に解説していきます。ではまず1つ目は暗所性能です。今までに僕はソニーのアクションカムや DJI のオズモアクションなどでたくさん Vlog を撮影してきました。そんな中、明るい場所での撮影に関しては全く問題なく撮影できていたのですが、早朝や夕方などの薄暗い時間帯ですとか屋内や日陰などでは納得のいく画質が得られずに、後でがっかりすることが多々ありました。でもこれはアクションカメラのセンサーサイズがとても小さいので、これは仕方のないことです。それに比べて今回紹介する ZV-1 はセンサーサイズが1インチととても大きく、レンズ部分は F1.8 から2.8 ととても明るいレンズがついているので、よりたくさんの光を集めることができます。ですので薄暗い環境の多い登山などでもある程度綺麗に撮ることができます。そしてさらに暗闇での撮影で力を発揮するのがクレーン M3 についている LED ライトです。暗闇すべてを明るく照らすには少し光量が足りませんが、自撮りや手前の被写体を照らす分には十分な明るさがありますので、あるととても便利です。そして画質に影響する部分の2つ目は HLG というプロファイルで撮影できるということです。この HLG は何がいいのかというと、ダイナミックレンジがとても広いので白飛びや黒つぶれをある程度抑えてくれたりですとか、後でカラー補正を行う際に破綻しにくいように記録してくれます。今まで使用していたアクションカメラなどでは手前の被写体に露出を合わせると背景が白飛びしてしまったり、逆に背景に露出を合わせると手前の被写体が真っ暗になってしまったりと、とても残念でした。それが HLG で記録することでそのどちらも綺麗に記録することができます。僕の場合は後でカラー補正がしやすいように HLG2 の設定項目から彩度やコントラストを下げて記録していますが、 HLG2 はカラー補正しなくても十分に使える素材ですので、カラー補正初心者の方でも安心して使用できると思います。そして画質に関しての3つ目は内蔵 ND フィルターです。露出が明るすぎる場合に、写真の場合はシャッタースピードを上げればどれだけでも対応できますが、動画の場合はシャッタースピードを速くしすぎると自然なブラーが出ずにパラパラ漫画のようになってしまいます。ですので僕はシャッタースピード優先モードを使用して60分の1秒に固定して撮影しています。そうすると明るい場所に出た時に F11 まで絞り込んでも露出オーバーになってしまいます。そうした場合に内蔵 ND フィルターが便利です。 ND8 のものが内蔵されているので3段分の光量を減らすことができます。注意点としては動画の場合 ND フィルターが自動で切り替わらないので、暗い場所から明るい場所に出た時に露出オーバーで白飛びしてしまったりですとか、逆に明るい場所から暗い場所に行った時に ND フィルターがオンのままになっていると ISO が上がりすぎてノイズが出てしまうので、 ND フィルターのオンオフには注意が必要です。また明るい場所で被写体の背景などをぼかしたいときは F 値を解放すると露出オーバーになってしまうので、僕はサードパーティーの可変式 ND フィルターをレンズの先端に取り付けて使用しています。そして画質に関することの4つ目は手ブレに関してです。
アウトドア Vlog では動き回って撮影することが多いと思いますが、手ぶれがひどい映像というのは見ていてあまり気持ちいいものではありません。それがたとえフルサイズのミラーレスカメラで撮ったとても綺麗な映像だったとしても、手ぶれがひどければ台無しになってしまいます。その点をカバーしてくれるのがクレーン M3 です。フルサイズのミラーレスカメラも載せられるほどのパワーを持っているので、 ZV-1 程度の重さでしたら余裕です。手ぶれ補正に関しては ZV-1 にもアクティブ手ぶれ補正というのがついているんです。動き回るようなアウトドア仕様では少し厳しいですし、画角がクロップされてしまうので、最高角が 24mm の ZV-1 ではなるべく使いたくありません。ですので僕はアクティブ手ブレ補正はオフにしてクレーン M3 に乗せて使用しています。ジンバル歩きなどは特にせず結構ぶん回していますが、手ブレに関してはあまり気にならないと思います。ジンバルのモードに関しては平地であればパンフォローモードを使っていますが、登山の場合は上を向いたり下を向いたりすることが多いのでフォローモードを使っています。そしてタッチパネルの誤作動を防ぐために側面にある電源ボタンを1回押すことでロックをかけて使用しています。そして前面にあるトリガーを押し続けている間はGoモードに切り替わるので素早く動かしたい場合に使っています。以上が画質に関する4つのことでした。では続いては音質に関してです。クスノキだっけ、あのトトロのやつ。あ、そうだね、でかい。ZV-1 の内蔵マイクはカメラについているマイクの中ではとても優秀で、指向性のあるマイクがついています。指向性があるのでカメラの向いている方向の音声を拾いやすくなっています。今何メートル？この子好き、かわいい。じゃあ帰ったらマジックで顔描く。カジュアルな Vlog 撮影でしたら十分に使える範囲かなと思います。付属の風防もついているのでアウトドア仕様にはとても便利です。注意点としてはマイクとレンズの位置がとても近いのでズーム音や AF 動音などを拾ってしまいます。ズーム音に関しては動画の演出として使ってみたりですとか、その部分の音声だけカットすれば問題ないかなと思います。 AF 動音に関してはとても小さい音ですのでBGM などでごまかすようにしています。 ZV-1 の内蔵マイクは優秀な方ですが、でも決して万能ではありませんので、僕はきちんと音声を取りたい場合はピンマイクやワイヤレスマイクを使うようにしています。すごいですね。すごい天気、すごいですよね。すごい。そちらのマイクに関してはまた別の機会に紹介させていただこうかなと思います。では次に写真性能に関してお話ししていきます。Vlog 撮影とはいえ動画ばかりではなく写真も撮りたくなりますよね。 ZV-1 は2020万画素の写真を RAW で記録することができます。アウトドアをしながらささっと撮って、自宅に帰ってから画角を調整したりカラーを補正することができます。レンズに関しても F1.8 から 2.8 ととても明るいレンズですので、背景をぼかして撮影することも可能です。またインターバル撮影ができるので雲などを撮影しておいて後でタイムラプス動画を作ることができます。注意点としてはタイムラプス動画機能はないので、たくさん撮った写真をもとに自分でタイムラプス動画を作る必要があります。それでは最後に撮り回しの良さについてお話ししていきます。あ、すごい綺麗、すごい綺麗ですよ。Vlog はリアルな表情や感情を映すことがとても大切だと思います。美味しいものを食べた時や綺麗な景色を見た時のリアルな感情表現を撮影するにはカメラの準備などにもたついてはいられません。さっと取り出してすぐに撮影できることがとても重要です。その点 ZV-1 は電源オンがとても早いのですぐに撮影することができます。クレーン M3 に関しても最初だけバランス調整とオートチューンだけしておけば M ボタンを長押しすることでスリープ状態にできます。再度使いたい場合は M ボタンを長押ししてスリープを解除すればすぐに使用できるようになります。またモーターのパワーがとても強いのでバリアングルを動かしたり ND フィルターをつけてバランスが崩れてもパワーで押し切ってくれます。そしてさらに急ぎたい場合はプレートを瞬時に外すことができるのでカメラだけで撮影する場合もスムーズです。プレートに関しての注意点なんですが、アルカスイス互換ではないのでジンバルから外した後そのまま三脚などにつけることはできません。僕は無理やりサードパーティーのアルカスイスプレートをつけていますが、たまに水平が取れなかったりして誤作動を起こす場合があるので皆さんにはおすすめできません。そしてバッテリー交換やジンバルのセッティングに関しても
できる限り簡略化してもたもたしないことも大切です。 ZV-1 のバッテリー自体は割とすぐになくなってしまいますが、クレーン M3 からケーブル1本で給電できるようになります。先日娘と行った登山では往復5時間半の登山で ZV-1 に給電しながらフル HD の画質で約2時間分の素材を撮影しましたが、まだクレーン M3 のバッテリーに余力が残っていました。結局カメラのバッテリーを一度も交換することなく終えることができたのでとても楽でした。心配な方は ZV-1 の予備バッテリーを持っていくか、クレーン M3 にはモバイルバッテリーから USB-C ケーブルで給電できるので撮影していない間に充電をしておくといいかと思います。またこのジンバル独自のロック機構で3段階のロックが可能なので、ジンバルのバランスを調整するときや一時的に持ち運ぶときなどにロックする位置を変えることができる点もとても便利です。そして Vlog は自分自身がちゃんと楽しめていることも重要ですよね。機材が重すぎると体力を徐々に消耗して撮影どころか遊ぶ気力もなくなってしまいます。ZV-1 は約 300g、 クレーン M3 は約 700g ですので、綺麗な画質で手ぶれなく撮影できるコンビとしてはかなり軽量な方だと思います。もっと軽さを重視したい方は一つ前のモデルのクレーン M2 ですと 500g しかないので、軽さをより重視したい方はクレーン M2 の方がいいのかと思います。はい、以上がアウトドアの Vlog 最強コンビの紹介でした。今までアクションカメラなどで撮影した Vlog を見返すと画質が少し気になっていました。そしてフルサイズのミラーレスカメラを持って撮影した Vlog に関しては見返すととても綺麗なんですが、でもその分撮影している時は機材がとても重くて疲れ切っていました。どこか自分の納得できる落としどころはないかなといろいろ考えた結果、今回のコンビにたどり着きました。アウトドアでの体験をより重視するのか、もしくは撮影を重視するのかで装備は変わりますし、どこまでの映像の質なら許せるかというのも個人によって変わってくると思います。またより動きの激しいアクティビティや両手が塞がってしまう場合などはアクションカメラの方がいいと思います。ですので今回のコンビはあくまでも限られた環境での Vlog 撮影の機材になります。そして今回のこのコンビに関しては僕の好みや主観も入っていますので、皆さんもぜひご自身に合った最強機材を探してみてください。また Vlog 撮影用のこちらのコンビの持ち運びバッグや、より音声をきれいに記録するためのピンマイクやワイヤレスマイクに関してもまたの機会に紹介させていただければなと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。Fuck your friends. Boy, just passing out.